北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川陽平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube ポッドキャストでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。ということで北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は7月、最終週のはずですね、ということでお届けしますが、前回ね、楽神会のゴールデンルールの話でいくつかご紹介いただきましたが、まあ、いくつかある中でもね、今日後半ということで先生がやっぱりこれをお話ししたいというふうに思ってらっしゃる、項目があると思うので、先生早速お話しいただけますか。うん、なんかね、この間の鈴木で、まあ、ゴールデンルールなんだけどね、はい、やっぱどんな人もね、うん、神が用意しているものがある、うん、まあ人間はなんか人間関係の苦しみが一番や、苦悩っていうか、はいはい、もちろん災害で苦しむということはあるけれども、うん、本当の嫌な思いをするのは対人関係もね。ね、本当にもちろんそこですよね、うん、で対人関係さえ本当にそれを苦しみ悲しみなんかがなくて喜びと歓喜、うん、歓喜と安らぎあればなんとこの世は生きていくのが楽しいのかなと思うけれども、うん、なかなか神様はそうだなって我々年にこう気づきの場面を作ってくれてるっていうか、みんなね、誰しもが対人関係を悪くしたいって人いないじゃないですか、ね、いい人でみんな思ってるけどぶつかる、うん、いい人に出会いたいと思ってるけれども、うん、いい人が本当に少ないっていうのは不思議なことやけれども、うん、なんかやっぱそれを乗り越えなさいって作ってるっていう解釈するのが一番だと思うよね、うんうん、だけどやっぱ一番の難敵っていうか天敵とかいう人に必ず出会うようにこうなってるっていうかね、はい、本当ですよ ね、 ね、うん、だけどまあその天敵は幼い頃に会うと、うん、父と母が天敵だったりするんよね、うん、一番自分を悪さしたり、うん、あ、自分を苦しめたり、はい、恐怖、自分何も幼い何もできない時にポーンと放り出したりね、うん、学校に行かせてくれなかったり殴ったり、うん、まあいろいろな悲しみを与えてね、自分の成長を妨げてしまう人が、はい、まあそれがそういうのもいるよね、うん、であとから社会に出たらまたなんかそういう人に出会ってしまうっていうかね、天敵に一生のうちに一人も会わないっていう人はいないですね。いないですね、どんな人もね、うん、だからやっぱりそれ定められてるんですね、人っていうのはね、うんうん、まあ、その中で、うん、今の話、難敵だから難敵を、うん、難敵と思って憎しんで戦うとまた来世その数が増えてくるんやつね、まあ、この間の親の、ね、ご質問いただいた親をね、うん、親だけ好きになれなくてもいいけど親だけじゃなくて友達でもね、またそいつが天敵としてこうあの邪魔する存在として現れるもんね、うん、そうするとそのなんだろうな、うーん、サイクルをやっぱり自分の今世止めたいですよね、うん、今世で止めとった方がいい、止めるための法則として、はい、なんか一番嫌な人にこう、うん、光と幸と祝福やね、うん、光と幸と祝福の念を送ることができるようになった時、うん、我々は解放される、うんうんうん、解放される、だから解放に向かえというかね、うん、まあそれが今日のテーマなんですけどね、うん、でもそこがね、あの今月の最初の方でご質問で、あの親と縁を切りたいっていう方もいたじゃないですか。あ、そうですね。その時はまさに、必ずしもこう例えば会いに行けるようになり回復しなくてもいいけど、うん、逆説的ですけどそういうね、光と幸と祝福の念を送れって話あったじゃない。そうすると結果的には、うん、なんだろう、まあそれはね、あの最高のあの結論の方だと思いますけど、なんかほら お父さんの方から謝ってきて溶けたみたいな、もう場合によってあったっておっしゃってたね、うんうん、やっぱりその解放に向かうと溶けるの解って同じ字ですよね、うんうん、だからやっぱそこをまずやることなんですかね。そうそう、でまあ今早川君が言ったようにこう消えないと、まあずっと天敵、うん、上司だったりとかさ、はいはい、で取引関係の利益ある人で絡んでくると、うん、やめられない、うんうん、とか先輩とかいつまでも映らないで隣の席にいる先輩とかなると、はい、なんかこうそれを人たちが学びのチャンスなんて思えないと思うよね、はい、そうなんですよね、うん、
うん、嫌なやつ。でもだからこそもうこのゴールデンルールでこういうことを知ってやっぱりね、前回のようにもうそれ守りきるって決めきっちゃうことが大事。家に帰って、うん、この時期長嫌なやつでも立ちやれ服やれ光やれってやるとなんか不思議なことが起きてその人が転勤してたりいなくなったり、うん、なんか会社辞めたり、はいはい、またはなんかいろんなことで消えてしまう、うん、または自分が別な部署に行ったりとか、うん、不思議にようなその一つを卒業、それは卒業って言うんやけど、はいはい、その難敵のとの出来合いを卒業してしまうっていうかね、だからこそやりなさい、うん、祝福を与えなさい、光を送りなさい、これは不思議な力があるよっていう、もう本当私は信じていいと思います。もう先生に言っていただいてね、7、8年前それ救っていただきましたからね、うん、もう根治しようと思っててもいいんですよね、うんうん、最初はね、いいいい、もう死んでしまい僕よくもこのスケベって言えて、うん、女の人にね、うん、女の人はセクハラ受ける人多いからね、うんうん、でも、まあ、このスケベ大嫌い、ね、でもいいから、うん、あなたはね、さっきあれ服あれ行かれあれ、うんうん、だんだん気になくなって気になる、はい、なぜならばその人はその隣の天罰が浮かんでやってくるからですね、うんうん、病気したり人に切られたりなんか知らないけど、うん、天罰と言えるようなことがやってくるよね、うんうんうん、そういうこう自分はを反省することがなき人はね、うん、やってくるんよね。さあ、そして次はどうですか、この。うん。だから、この神と死と、うん、同胞、共に歩む人、仲間、良き人っていうかね、うん、最高の掟とせよ。あ、最高の掟、うん、生きる中心軸とせよっていうか、そういう人を大事にさせたいっていう意味なんやけどね。これは神とか死って言うとどちらかというとメンターとかグルって感じしますけど、同胞は共に歩む人、うん、光の小道を歩む人、うん、そうそう、そう、うん、まあ仲間っていうか、うん、愛しき人っていうかね、言葉、大事な人とか仲間、本当に仲間、肩を手と取り手を取り肩を取り歩める人っていうかね、うん、これ神と死はまあ掟とせよっていうのはすごくわかるんですけど、共に歩む人も掟とするっていうのはこれもうちょっと詳しく言うとどういうことなんですか。それはわからない、 敵にしないというかね、うーん、敵にしないという掟っていうか、あ、そういうことか、うん、切らない、うん、縁を切らない、自分からは切らない、うん、まあ、掟っていう言葉ちょっとこれ変えてもいいんやけどね、なんかそれを定め、ま、守りの言葉とせようみたいな感じでもいいんやけども、自分の中のね、うんうん、なるほどね、そういうことですね。これはちょっと掟っていうのはあれやね、まあいいですね、 今アップデートしてますね先生ね、うん、でその人が、うん、このことを知っとけばいいよね、うん、これが一番ちょっとこの人生悩まなくこの人生はいろいろあるけれども、うん、なんか良き方向と良き解決と、うん、そっちの方にこう、はい、流れていってそれなりの解決は必ずやってくるっていうかね、うんうん、その流れる方向に良き方向に向かって流れているという、うん、流れていくっていうか、はい、流れていくという確信やね、うん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 、文章にしてこの時にこうもう一回読みますけど、いつも良き解決と良き方向に向いて必ず良き、うん、あ、これでよかったっていう、うん、あ、それなりこれでよかったっていうと、うん、僕に必ず落ち着く、うん、もしもそこでいじくったり憎しみがあったり、そうですよね、あのなんか、うん、本当は自分が大騒ぎするとまたこう大きな、うん、なんか雪だるまみたいなものがやってくるんよね。だから先生おっしゃってましたね、この話、落心化した時に僕メモしてますけど、だから慌てない、騒がない、うんうんうん、臆さない、ね、でこう終わりに対しては、うん、全て水に流せね、うん、やっぱり水に流すことですね、その終わりに際してはっていうのは、終わりっていうのはいろんな終わりがあると思いますけど、先生補足するといろんなあらゆる終わり、もうそれ大きな意味よ、うん、終わり、もうその仕事終わり、人生が終わり、仕事終わる、うん、なんかこの世が終わる、まあ死と母が死ぬ、まああらゆる終わりいっぱいあると思うけど、別れもそうだけど、その事件の終わり、はいはいはい、でもう終わってしまったらもう思い出さなくていいよっていうかね、確かにそれって難しいかもしれないですけど、ね、やっぱ前後編のね、一番先生大事な冒頭でもおっしゃって、もとにかく決め切るというか、守ると決め切ると、確かに難しいかもしれないけども、終わりは水に流せって少なくて もう自分で定めちゃうと、でもやっぱ全然違いますよね。なんかね、あんまり執着、終わったことを執着するなって言っても、うん、終わったことをあれしてこうしてて、後でこう良かったとか、こんだけ損したとかね、あの人のせいでまた今時来たとか、うん、もう終わったからいいっていう、うん、
だ終わったらもう終わりにしては全部水流して、うん、次の水流すとね、はい、新しい出発方角にまた入ってきますからね、迎えるんよね、うんうんうん、水流さないといつまでもなんか、うん、ぐじ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 こう運の顔も汚れたまま、うん、汚れたままになってしまうから、うん、なるほど。だからその次は透明なものに向かっていけっていうかね、うんうん、透明な景色、透明なもの、透明と思えるものはやっぱりなんかものすごいエネルギーを持ってるよね。虹もそうですよね、うん、うんうん、だけどとにかく透明なものを、またこのことをいつか教えてあげたいと思うんだけれども、うん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 、なんか心の透明、顔の透明、透明性のあるもの、澄んだ水、澄んだ川、澄んだ瞳、澄んだ心、澄んだ空っていうか、透明性の話じゃあ次回しましょうね。これメモしときますよ、うん、透明って素晴らしいエネルギーに満ちている、何もないようにあるけども素晴らしいエネルギーに満ちている、確かに、だから透明なんですよね。はい、ありがとうございます。ということでですね、2週にわたってね、この楽神会ゴールデンルールお話しいただいてきましたが、先生もねこの間おっしゃってましたけど、もう随時ね、今も細かい言葉の表現のアップデートもありますけどね、その項目自体もね追加されたりとかもするので、また逐一ですねこちらの番組でも伺っていければというふうに思っています。さあ、この番組では引き続き皆様から北川先生のご質問ご感想を募集して、北川先生へのですね、ご質問を募集しております、はい、詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。そして9月にはですね、北海道、スラチで断食会、そして、秋ですね、佐賀の方で断食会も開催されますので、詳しくはこちらも概要欄からお寄せいただけたらと、チェックしていただけたらと思います。そして、今月月末ですね、サポーターの、方向けのご講話もお届けしています。今月はですね、人生の中心軸に置くものということで、まさにね、今日のお話というか今月ずっと話してきたことのですね、まあ集大成というか、すごくまとめてお話しいただいているので、もう間もなくお届けできる、もうちょっとかなと思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。ということで、この番組でですね、番組継続のための、支援をしてくださるサポーターの方を引き続き募集しています。サポーターの皆様には今お話したように北川先生の特別の講話を音声や映像をお届けしています。ちょうど約60本前後今講話を無料でお届けしていますので、よろしければですね、本当に皆様のね、サポートあってこそ番組続けられていますので、ぜひサポートの方も、ご検討いただけたら、ね、サポートをしていただけるとありがたいですね、はい、存じます、はい、ということで、今月もお届けしてきました、人生を変えるで、また来月もお届けしたいと思います。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.